皆さんこんにちは、じまです。今回はですね、新しい趣味であったり、長く続けていく趣味としてですね、写真撮影っていうものを楽しんでいる方に、機材の側面であったり、技術の面からですね、ぜひ避けていただきたいことを語っていこうかなと思います。結果ですね、カメラ購入後に気をつけるべきことっていうものをですね、機材や技術面から把握していただけたらなと思います。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ。はい、改めましてじまです。いつもですね、動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の内容はですね、前回お話しした、カメラ購入後に避けるべき、考え方編の技術とか機材側によった話をしていこうかなと思います。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ですね、定期的に配信しておりますので、初めての方はぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、皆さんもね、ぜひこういったところは避けた方がいいかなっていう物事がございましたら、ぜひコメント欄で教えてもらえたらなと思います。では早速いきましょう。前回のね、続きになりますので、4番からいきます。機材ですね、他人を機材面で否定することはやめましょうっていうところです。カメラを買った後ですね、経験であったりとか、知識っていうものが増えていって積み重なっていくと、適切な機材選びであったり、機材のランク、品質っていうものが大体分かってくるんですよね。このカメラはこれぐらいのグレードのもので、この型番のものはこういった、品質であったり、パワーはここぐらいが、限界のものっていうのが分かってきます。で、そこで陥りやすい点として、他の人が使っているカメラっていうものを含めた機材っていうものを無意識にですね、見下すって言っちゃあれなんですけども、無意識にちょっと、ありがた迷惑みたいなね、話をしてしまったりとか、否定することにつながってしまうっていうところに注意していただけたらなと。こちらがアドバイスしているつもりだったとしても、それを聞く側ね、受け取る側からしたら、いやー、余計なお世話やわと。こっちは楽しんで自分でね、お小遣い貯めて買うたものなんやから、もうそんなこと言わんとってっていう方もね、いらっしゃると思いますので、趣味として楽しむカメラにそこまでお金を使う方が意味わからんわっていうね、方々も多くいらっしゃいます。なので、絶対にカメラだからってフルサイズ機であったりとか、絶対にカメラだからって20万、30万のレンズじゃないとダメっていうことはないので、そういったところを、理解するっていうのが大切です。私もですね、車であったりとか、腕時計のね、コレクションされてる方とか、あとはギャンブルが趣味って言っちゃあれですけど、ギャンブルというか、賭け事がね、好きな方であったりとか、旅行なんかで世界、今はちょっと時期的に難しいですけど、いろんなところ出向かれてるね、方とかが趣味なんですって話を聞いた時に、海外旅行ってそんな毎月行ってったらめっちゃ金かかりますやんであったりとか、腕時計、時間刻むもんは時計1個あればいいはずやのに、なんかめっちゃ集めちゃってますねとか、車そこからそこの移動やのにめちゃくちゃカスタマイズしちゃってめっちゃ金かかってますねっていうところは多くあるんです。ただそれが自分の話になると、逆の立場からすると、いや写真なんてスマホで撮れんのに何をカメラにお金をそんなに出してんのっていうところがあると思うんですね。これはもう人それぞれあると思います。で、カメラとか写真を楽しむサイズ感っていうものは正直十人十色やと思います。で、撮る人がですね、満足できる写真が撮れるのであれば、機材選びとしてのコストパフォーマンスは高いと思いますし、その機材選びって正解やと思うんですね。なので、エントリー機のカメラを買って、キットレンズをつけて撮って、満足している方にはそれが正解ですし、逆にその正解をもう導き出してる人にありがた迷惑で、いやフルサイズ機じゃないとあかんであったりとか、単焦点レンズじゃないとあかんであったりとか、このカメラを使わなくちゃいけないみたいなことを言ってしまうと、いやあんたには必要かもしれんけど私にはいらんねんっていうね、話にもなったりします。なので、その方々に適している機材がすでに選ばれているんであれば、それはコストパフォーマンスが高い機材を選んでいる裏付けにもなるので、可能な限りね、そういったちょっと情報を収集したからこそ伝えてあげたい、アドバイスしてあげたいって気持ちはあるのはわかるんですが、可能な限りその人その人に合ったベストな組み合わせっていうものを、肯定的なね、いいやんそれっていう形で肯定的な態度で接することを意識してもらえたらなと。で、続くんですけども、意識するべき点として
あくまでカメラは写真撮るための道具でしかないんですよね。シャッターポチって押して写真か動画しか撮れへんものです。これで Amazon で何か注文すること、例えば洗剤切れてるわって言ってここからポチポチ押して注文することできないですし、電話かけることもできないですし、テレビ見ることもできないです。あくまでレンズ越しに映ってるものを動画なんか静止画なんかでデジタルデータとして保存するだけの機材なので、機材としての優劣ってないんですよね。コンデジとかマイクロフォーサーズとかのカメラは携帯性が優れてるって強みありますし、必ずしもフルサイズセンサーのカメラやあとは4000万画素台高画素機である必要ってないんですよね。またキットレンズの、否定派であったり開放 F 値が、大きい値スタートのものでも撮れる写真っていうものが納得できるものならもうそれでいいやんっていう話なんですね。またキットレンズの、否定派多くいらっしゃいますよね。あのキットレンズ使っとったらあっかいやっていう方々ですよね。否定派であったり開放 F 値っていうものが、大きい4とか、5.6 とかスタートのものでも撮れる写真がね、その使ってる人が納得できるものなのであれば、それはそれでいいやんっていう話なんですよね。で、使ってるカメラのメーカーが、ニコンであるとかキヤノンであるとかソニー以外でも写真は撮れます。もちろん富士フィルムでも撮れますし、オーリンパス OM デジタルソリューションズでも撮れますし、リコーでも撮れますし、ライカでも撮れますし、どんなカメラでも撮れます。Mac の iPhone でも撮れますっていうところがあるんで、好みの話でしかないんですよ。誰がどのメーカーのカメラを好んでるか、好き嫌いでの話でしかないと。で、最近のミラーレスのカメラっていうのは本当に高性能化してるので、写真を撮る道具としてですね、めちゃくちゃ完成度は高いんで、一眼レフ所有者というか一眼レフ派、ミラーレス派っていうものがあるんであれば、一眼レフ派からするとミラーレスはあんなもん赤いやおもちゃでしかないやろがい、カメラちゃうわっていう人もいれば、ミラーレス派からすると、一眼レフに対して未だにあんなガシャガシャうるさいカメラ使ってんのか、ロートルがっていうね形で、ロートルというか、合ってるかな、そういうか古い考えの人やないかみたいな形のね意見はあったりもすると思います。なので、もう気にしない。もう写真を撮る道具でしかないので、もう優劣はつけないっていうのが大事だと思います。で、古い機材であったりとか、安い機材、で、中古の機材だとしても、使ってる本人が納得して楽しく写真を撮っているんなら、否定ではなくてね、肯定的な視点を持っておきましょう。なので、新品のカメラじゃないと絶対あかんっていう人もいるんですよね。カメラって高額機器なんで、中古なんかで、センサー汚れてるであったりとか、落下歴があるとか、故障歴があるとか、何かしら訳ありやろっていう人もいらっしゃるんですけど、逆に、日本で売られてるメーカーが、メーカーじゃなくて、その、買取店がある程度チェックして、検品して出しているカメラって、絶対海外より信用できるよっていう人もいらっしゃったりするので、もう、新品とか、中古、絶対皿じゃないといけないということもなかったりするので、個人的にはボディ側は可能な限り新品皿をおすすめはしてるんですけども、使う方本人が、自分がお金出すんでね、使う方本人がお金出して納得して買う、需要と供給が成り立つものなので、そこはあんまりねこっち側から言わなくてもいいかなっていうところです。助言としてお伝えするのはありやと思うんですけども、その助言も受け取り方によってはありがた迷惑なのかありがたい話なのかはまた別問題なんで、注意してもらえたらなというところですね。で、5つ目ですね。アクセサリー系に興味を持たない。これ避けてほしいなって思います。やっぱり写真撮影を楽しんでいく上で避けてほしいというか、興味持ってほしいって思いますね。興味持ってほしいこととして、カメラのね、撮影のアクセサリー系っていうものがあります。写真は結論というか極論、スマートフォンで撮ればいいし、カメラを買った場合、記録メディアと、レンズ、バッテリーがあれば十分撮れるものなんですよね。ただカメラには、純正であったりとかサードパーティー製含めて、撮影を効率化したり表現のね幅っていうものを広げてくれるアクセサリー系がいっぱいあるんですよね。で、カメラ一つで、いろんなところに出向いて撮影を楽しむのももちろん一つの正解だと思います。ただアクセサリー系を
たくさん揃えていくこと、まあ、三脚もそうですし、ライティングもそうですし、まあ、ND フィルターとかそういったフィルター系もそうですし、まあ、このね、リモコン系、手ぶれしないように撮るものであったりとか、いろんなものがあります。このアクセサリー系を揃えることで、レンズとかカメラって5万10万20万どんどん40万とかしていく高い買い物なんですけど、アクセサリー系安ければ1000円とかね、高けたとしても1万とか3万5万10万ぐらい、ストロボ関係やったとしても5万10万ぐらいのものが、まあ、高級品って扱いになってくるので、まあ、比較的カメラレンズを買い替えるよりかは、まあ、費用対効果高くですね、より一層撮影を楽しめる、さらに表現の幅を広げることができる、奥深さや難しさに気づくんじゃないのかなと。なので気をつけるべきこととはちょっと、まあ、視点が違うところはあるんですけども、興味持たないっていうのはもったいない、アクセサリー系にはぜひ興味を持ってほしいっていうものがあります。なのでこれもね、先ほどの4番の話ですよね、私がちょっと余計なお世話なのかもしれないんですよ。アクセサリーなくても楽しんでいる方はもうそれはそれで正解。でももしお伝えできることがあるんであれば、4番を意識しつつ伝えるとすれば、余計なお世話で申し訳ないんですけども、可能であればアクセサリー系っていうものに今興味を持ってもらえると、より撮影の幅の表現っていうものがねできますよっていうところを、まあ、伝えておこうかなというところですね。でまあこのね、楽しめるアクセサリー系としては、まあ、左上なんかは ND フィルターのような形で、明るい環境でシャッタースピードを、まあ、低いね、小さい値にして撮るときに露出オーバーになっちゃうというときに、レンズにね、サングラスをつけるようなもので、まあ、ND フィルターを使ったりであったりとか、暗い環境であったりとか、まあ、ブラックボックス状態のときにライティングなんかをすれば、光のレイヤーを分けて写真の表現ができることがあるので、こういったライティング機材で、ライティング機材の中にもストロボであったり LED ライトとかいろんな種類があるんでね、あとはカメラストラップ系も、カメラはこのままで外観を着替える感じでね、たくさんこだわることもできますし、まあ、ピークデザインのキャプチャーなんかは私はもうものすごく使っているものになります。こういったものはですね、カメラの着脱アクセサリー系の一つというか、カメラストラップに近しいものにはなるんですけど、自分がカメラ撮影するときにすごくスムーズにね取り出すことができるものであったり、あとはスライダーですよね。カメラで動画を撮るっていう時に、こう手で持ってね撮る分にも全然いいです。ボディ内手ブレ補正がついてたり、レンズに手ブレ補正がついてる、まあ、レンズがあったりもするんですけども、もっとよりスマートに動画を撮る場合は、スライダーなんかに乗せてスイーって動かすね形で動画を撮る、あとはもう外でね走り回って撮る時なんかは、まあ、スタビライザー、ジンバルなんかを使って、よりカメラを固定して、こう自由に動かしても撮れるよっていう道具であったり、逆にもう夜景を撮るとか、星景写真撮るときには、まあ、鉄道とか飛行機もそうですね、三脚なんかを用いて、カメラはもう三脚に預けて、まあ、自分はね、自由に手が動く状態で撮影チャンスをしっかり見て撮るっていうようなアプローチができる、こういった撮影の効率を良くするアクセサリー系っていうものがあるので、ぜひね興味を持ってもらえたらなというところがあります。で6個目、一つのジャンルに絞ってしまうっていうのもちょっともったいないかなって思います。なので避けてほしいところですよね。写真の楽しみ方にはですね、狭く深く撮る、一つのジャンルに絞って深く撮り続けて極めるパターンと、広く浅く撮る、いろんなジャンルをそれぞれある程度楽しみながら撮るっていう2つあると思うんですね。で、撮るジャンルを決めてしまってる場合、狭く深く撮る場合、まあその他のね興味が特別出ないんであれば、もうそれはそれでいいと思います。逆に無理に興味出えへんもん撮ってもあんまり得れるものってなかったりもします。なのでカメラを買った後という前提のこの動画では、ぜひねいろんなもの撮ってほしいと思います。確かに一つのものに絞って深く撮るっていうのは大事ですし、あんまり興味のないものを撮り続けてもあんまり得るものがなかったりする側面はあるんですけども、意外や意外10個ジャンル広げたら1個か2個気になってくるもんってあったりします。私は初め水中の生物を撮っていて、水中の生物を撮っていく中で、水中の世界の綺麗さを生かした、まあサンゴ礁とかですね、水中の世界の綺麗さを生かした写真を撮りたいってなって、今度
その背景にすごく興味を持ち出したんですね。今までは生き物そのまま図鑑らしくドーンって説明写真って言ったらいいのかな、ドンって生き物が写ってればよかったものから、その生き物はこういう環境の中で生きています、川なのか海なのか、サンゴがあるところなのか、それとも流れの速いところなのか緩やかなところなのかっていうのが、まあ、写真全体で伝わるような撮り方に興味を持って、そこから背景っていうものを変えることが楽しくなって、そこから風景に行って、で今度は風景の中にいるちょこんってちっちゃく動物を写すのがなんかええ感じやんってなって、今度は動物の方に移って、で動物撮っていく中でお仕事の関係で人間を撮り出すと、で人間を撮っていく中で人間の中でもいろんな表現があったりする。人間は表情であったりコミュニケーションが撮ることが、まあ、簡単なんで、いろんな表現ができるっていうところがあって、で人間撮ってるとコミュニケーションとか考え事が多くなって疲れてきたんで、もう一回動物に戻ろうって思って戻った時に、あ、よう考えたら野鳥っていうのは楽しいなっていうことに気づいたんですね。その時カラスとハトとスズメぐらいしか知らなかったんですけど、私の日常にはヒヨドリがいたり、まあムクドリがいたりとか、他にもいろんな野鳥がいると。で、まあ、そのシジュウカラであったりとかメジロであったりとか、いろんなものから興味を持って、今度野鳥の図鑑を読むことが楽しくなったみたいな形で、可能な限り広く浅くでいいんで、いろんなジャンルっていうものを撮ってみてほしいかなって思います。理由はカメラ買いました、何を撮ろうが追加費用かからないです。確かに野鳥を撮るときにこういうね、あの大きいねレンズっていうものを追加でね購入したので、こんなでっかいレンズね追加で購入したので、確かに野鳥撮影を始めると超望遠のねレンズが欲しくなってしまうっていうところはあるんです、こういうやつね。で、あとはその水中撮影するときに、マイクロレンズなんかがあれば撮りやすいなって思って、こういったねレンズが増えたりであったりとか、風景撮るときは広角のねレンズが欲しかったりとか、人物撮るときは F 値が低いレンズが欲しくなる、 F 値が小さいレンズが欲しくなるみたいな追加予算ないことはないんですけど、それは自分が追い求めるから追加予算が必要なだけで、キットレンズ1本で他のものスナップ撮ってる人が人物撮ってもいいし、人物撮ってる人がキットレンズで動物撮ってもいい、いろんなね、あのどこまで求めるかによって追加予算は考えてもらったらいいんですが、まあ、一番安く済ませようって思うと同じレンズで同じカメラで撮るものを変えるだけなので、基本追加予算かからないです。なのでせっかくカメラ買ったんやったら一つのものに集中するのも道を極める上では大事ですけども、浅く広くいろんなものは撮ってもらえたらなと思います。私自身、まあ、水中の生物の生態っていうものを記録するためにですね写真を撮り始めて、いつしかいろんな水族館を、まあ、カメラ片手に飛び回って撮影していたので、途中若干国内旅行をすることが楽しくなった時期もあります。その水族館がある地域の、まあ、特産品というか、何が人気というか、何が有名な食べ物なのか、お土産として何が、まあ、ベタなのかっていうところを確認する、なので旅行雑誌なんかを読む方が楽しくなった時期なんかもありますので、カメラっていうものを基準にいろんなねことに興味を持つっていうのは楽しみかなと。その後ですね、まあ、仕事でインテリア関係の物撮りであったりとか、スタジオ関係で、まあ、ロケでの撮影なんかも含めて人物撮影なんかをすることで、よりそのプロフィール撮影なんかにも対応できる技術っていうものを習得できたり、プライベートでは水中生物から旅行をついでに風景を撮るなんかも始めましたし、地方でしか見れない野鳥、意外と野鳥って関西にしかいない、関東にしかいない、北海道にしかいない、沖縄にしかいないとかいろいろあるんで、そういった知識とか、まあ、撮りに行く興味っていうものが広がったりもしました。一つのジャンルに絞って撮影することは、まあ、その分時間と労力を集中するので伸びるスピードが速かったり、そこのスペシャリストになることはあるんですけども、まあ、利点は多いんですが、視野がねどうしても狭くなってしまいがちなんで、せっかくなんであれば、同じカメラ同じレンズでいいんで、いろんなものを撮ってみて楽しんでもらえたらなと。ただまあ私の経験上ですね、自然と撮影対象を気ままにね、私のさっきの流れのような形で変えていくと、学べることとか興味を持つこととか活かせること
まあ、なんて言うんでしょうね、教養っていうのかなっていうものが増えていきます。で、カメラを持つことで、まあ、ここ数年は状況的には厳しいんですけどね。まあ、旅行なんかは難しいと思います。あんまり出歩かん方がいいので、であったり、私自身もここで、ぜひいろんなとこをうろうろして写真撮りましょうっていうのも、あかんやろっていうところがあるんで、なんとも言えないんですけども、当時は、まあ、旅行に出る機会は多かったですし、地方のね、いろんな魅力、ああ、よう考えたら関西からあんま出たことなかったな、みたいなね、ところがあったりするんで、まあ、楽しむことができたんですよね。で、人物撮影では、まあ、技術的には、写真を撮った上でですよ。技術的にはいい写真やったとしても、その技術的にいい写真が、クライアントの評価と必ず結びつくわけではないっていうことも、苦しみながらいろいろ学びました。これは本当に難しかったです。自分自身はセオリー通りにいい写真でしょっていうものを撮っていったとしても、クライアントからしたら、いや、使いにくいわ、いい写真かもしれんけど、別にいらないですって。こういう普通にシンプルに、いや、何も面白くないですやん。いや、それでいいんですよ。写真なんか面白さなんていらないんで、伝わって売れたらいいんで、その商品が。うん、はい、っていう形のこともよくあります。人物撮影とか商品撮影っていうのは。なので、そういったことで、クライアントによって変わってくる。写真を撮る目的であったり、写真を評価する人は誰なのかっていうところで、視点が変わるべきものっていうものを学びました。で、ロケ撮影なんかは、やっぱり日本はね、春夏秋冬の四季があるんですよね。春夏秋冬の四季が。この四季のある日本で、まあ、長時間ハードな撮影をする上での、まあ、知見っていうものは深めれました。冬での撮影っていうのはそれなりの準備が必要ですし、夏での撮影っていうのは逆に体調のところですよね。本当に倒れちゃったりもすることはあるので、可能な限りいろんな体を冷やすグッズであったり、日光を避ける撮り方であったり、カメラに負担をかけない撮り方っていうような、春夏秋冬のいろんな撮り方、意外と春は花粉がね難しかったりするんであれはあれで大変なんですけど、そういった四季折々の撮り方っていうものを学べたり、まあ、物撮りではどういった撮り方が顧客の疑問、この商品のどこが興味持たれて、どういった写し方をするとそこの疑問が晴れるのか、かつ疑問が晴れてコンバージョン、商品の購入に至るのかっていう、購買意欲を高める写真って何やろうかっていうのを、まあ、考えることで、野鳥やったら、まあ、日本固有の季節で、まあ、飛来するツバメなんかまさにそうですよね。夏の時期にしか来ないみたいなもので、その時期にしか来ない鳥、まあ、冬鳥とか夏鳥とかね、オオルリなんかもそうですし、まあ、常備滝なんか若干いつでも見れる感あるんですけど、一応ね、冬鳥やったりもするので、そういったものが、野鳥の図鑑で、自ら学んで、カメラを通じて起点にした別の知識を得るっていうことに、まあ、楽しみを覚えました。これは私が先ほどの狭く深く撮るっていうね、水中生物、写真を始めるきっかけになった水中生物だけを撮っていたら、得ることなかったんですよ。もともとは水中生物が好きで、それを記録するためにカメラが必要やっただけで、カメラが好きで始めたわけではないんですね。で、水中生物を撮っていく中でカメラが楽しくなったっていう感じです。で、水中生物だけを撮っていたら得ることのできなかった許容、水中生物だけを撮ってたら、そうですね、野鳥のことは詳しくならんかったでしょうし、日本の四季折々の、まあ、魅力っていうものも、まあ春が来たな、秋来たな、冬やは寒ぐらいなんですよね。それをもっと冬やったらこういう風な、まあ、写真として残すことができるみたいな楽しみであったり、国内のね、旅行なんかであれば特産品がどこどこがこれが、まあ、美味しい、有名って聞くけど、自分が実際食うたかっていうと食うたことあらへんので、現地行ってみて食ってみるとかで、現地行ったらなんか百貨店とかで買うとめっちゃ高いやつが、現地行くと、え、300円とかで売ってるんですか、え、めっちゃ安いやん、なんでって言うと、いや、ここやったらいっぱい取れるから、なるほど、ほぼほぼ物流というか百貨店に運ぶ送料代ぐらいボラれてる、言うたらあれですけど、高かったんやなっていうのは現地行くからこそ分かるっていうところもあったりするので、もっとまあその感覚的なところですよね、いろいろ新しい刺激、教養を得ることができたかなと。なので、撮る対象、被写体を変えていくことによって、それに紐づく、それをきっかけに紐づいていろんな変化を学べるチャンスにもなるので、ぜひですね、一つのジャンルに絞ってしまうっていう6個目の、ぜひ避けてほしい点
ですね。なので今回後半では機材で、まあ、他人をね否定はしないでおきましょうであったり、まあ、アクセサリー系にぜひ興味を持ってもらいましょうであったり、まあ、一つのねジャンルっていうものに絞り込むのもいいですけど、可能であれば広く浅く撮ってみて、いろんな興味を持つきっかけにカメラを、まあ、活用しましょうっていうところのお話でした。まあ、前半のね考え方編と今回の後半の、まあ、技術というか、まあ、カメラの、まあ、撮影のね対象によるまあ、変化みたいなものも、まあ、前後編でお話しさせていただきました。このチャンネルではですね、撮影に関することとか、まあ、カメラに関することをですね中心に毎週更新しておりますので、初めての方はねぜひチャンネル登録をしてください。でこの動画をきっかけにね、いろんな撮影対象、今まで風景ばっかり撮ってたけども、ちょっと家の中で物撮り楽しんでみようであったりとか、逆に動物ばっかり撮ってた人がちょっと人物撮ってみようとかね、そういった何かのきっかけにつながれれば、この動画撮った意味があるかなと思いますので、ぜひ皆さんも、まあ、写真楽しくですね、カメラライフを、まあ、応援しておりますので、一緒に写真を楽しんでいきましょう。また次のね動画でお会いしましょう。じゃあね。